こんにちは。素直サイズ、なおです。今回は、先日作っていた、ハーフソックスの、マシメ用の、ダンスマーカーでいいのかな。それをとっても簡単で、私はとても靴下の増し目段と増し目をしない段っていうのが編みやすかったので、の見れば全然作り方は簡単なんですけど、簡単だからもうすでにいっぱい作っちゃったんだけど、作ってみようかなと思います。とても簡単なとこのタイプを作ろうかなと思います。丸感大きさ違いで、同じ大きさが2個とちょっと小ぶりなの1個使って、簡単なのを作ろうと思います。これはマグネットを編みくるんだだけで、すぐなくしちゃうので、マグネットにくっつけて保管しています。あと普段編み物をしていて、10段ごととかにつけているニットピンなんだけど、針の部分が細いので丸小ビーズを適当に通して飾りにしているっていうのもすごく簡単で、作ったっていうことにはならないけど、こんな感じで目印を作ったりもしています。これは丸小ビーズをただ通すだけなので、たくさん作って数を、段を数えるのに使っています。と最近ちょっと頑張って作ったのがこちら、ここを丸めるのがとっても難しいです。でも昔に買ったビーズをちょっと使いたいなと思って、こんなのも作ってみました。で今回作るのはこのすごく簡単なのなんだけど、ちょっとこれも頑張って作ったんだけど、これはチェコビーズだったと思うんだけど、Tピンに入れて丸ペンチで丸めて作ったのです。必要なのはちょっとずつ買うと割高なのかなと思って、ちょっとこれも10年ぐらい前だと思うけど、10年、5、6年、7、8年、結構前に買った丸カンのセットで、こんなのがあります。あとはビーズ。これはちょっと雫型、これは雫型っていうのかな、ちょっと下の方がもこっと膨らんでる形のビーズが、この
穴が大きいので、いろんな太さのが使えるかなと思って、これでちょっと大きめだから、分かりやすいかなと思って持ってるこのビーズにしました。あとは丸大ビーズ、大きいタイプのビーズも結構この丸感が少し太くても通るので、丸大ビーズかちょっと穴の大きめなのがいいと思います。こういうチェコビーズとかスワロフスキーとかだとちょっとこれには通らなかったです。でペンチがあれば、本当は2本あったらいいんだけど、私はこの引っ掛けてペンチの代わりになるリングがこのセットについてたので、ペンチは1本でやっていきます。ちょっと作っていきます。ビーズを2つ用意しました。で使うのはちょっと大きめの、どうしようかな、このタイプとくっついてる、こちらとこちらで作っていきたいと思います。丸カンはこう上下に手でやっちゃう、こんな感じで開いて、こうやって戻すもののようです。両方開いたら、1個にはグリーンの方、ちょっと手を使ってやっちゃったんだけど、これは引っ掛けて、本当は平ペンチがいいんだけど、本当は丸じゃない方がいいんだけど、今にいい工具を持てなくて、こちらです。でギュギュッと、あんまりっていうか全然うまくないんで、作り方っていうよりはこういうの作りましたっていう感じなんだけど、こんな感じです。とおいこの方にもビーズを通して手でやった方が早いかな、ちょっと手でやっちゃう、ぎゅーっと、こんなんでいいのかな、ぎゅっ
こんな感じ。で、2個作ったら、真ん中のつなぎ目のを開きます。これはちっちゃいから。ねじれちゃう。こうやって開いたら、さっき入れたビーズを入れた輪っかを2つとも入れて閉じます。本当は平らなペンチがあるといいんだけど、ちょっと今持ってない。ギザギザがついたペンチしかなくて、この輪っかを傷つけちゃうので、傷つけちゃうけど、私が持ってるのは今こんなのしかなくて、先がギザギザしてるので力を加えると金のところが傷をつけちゃう。こんな感じでくっつきました。これで完成です。で、こちらは丸やっとこっていう名前がついています。330円でキャンドゥさんで買いました。すごくいいです。ここがしっかりしていて、こう歪みがない感じがあります。本当はもう一個平らなもの、ここが本当はこの部分が平らになってるのを買った方がいいんだけど、ちょっと次回まだ売ってたら買おうかなと思います。使ってみないとこの歪みが出ちゃうのかなとか気になってたので、これはとても良さそうです。330円。こちらの使い方ですが、前のハーフソックス編み始めてますっていうような動画の時にも使いながら編んでたんですけど、これは1段目が編み終わって、次は2段目の増し目を編むところ、で2段目を編み始めます。一番端は普通に編んで、次の目の目と目の間のこちらを拾うんだけど、その前に このビーズの入ってるリングの片方を針にかけてから増し目をします。
増し目回だから増し目をして、片面が終わりです。今グリーンのビーズがついている方が針にかかってたら増し目回、増し目段で覚えておくと、喋りながらでも誰かとお話ししながらでも、何かテレビとか YouTube 見ながらとか、ちょっと誰かが来ちゃって手を止めないといけないっていう時も、一度手を離しちゃっても、ここなんだっけなっていう時に、グリーンは増し目回だから増し目をしようっていう風に分かりやすく、私はなりました。失敗しないで、つま先が編めました。ハーフソックス片方編み上げられたので、かかとはないから1日で編めました。ちょっと編み進んできます。で、今増し目回が終わったから、次は増し目をしない、増し目段が終わったので、次は増し目をしない段になります。この時は端っこの一目を編んだら、こっちの透明の方、もう一個の方を針にかけて、グリーンの方は針から落として、そのまま編んでいきます。これだけです。ちょっと次の増し目段までちょっと飛んできます。増し目をしない段が終わったので、次は増し目段です。端っこの一目を編んだら、グリーンの方の輪を拾って、白い方は落として、増し目をします。こんな感じで編むと、途中で手を止めてしまった場合でも、増し目段か増し目をしない段かっていうのが一目で分かるようになりました。つま先での増し目か増し目じゃないかとかがうっかりわからなくなっちゃうという方は、よかったらこんな感じの目印をつけてみてはいかがでしょうか。
多分輪っかじゃなくてもニットピン2個とか何でもいいと思うんですけど、私はお家にあったビーズと丸カンをちょっと使ってみました。こんな感じで、よかったら段数、増し目リングかな、増し目マーカーかな、よかったら作っての、まだそこでは利用してないけど、靴下のまちのまち部分、まちがあるかかった、まちがある靴下を編むときも、の増し目をする段か増し目をしない段かっていうのに使えるかなと思います。どっちかだから、増し目かい増し目しない段っていう風に分かるので、よかったら作ってみてください。何でもいいと思うので、で1個、片方ギチギチ編んでたつま先が編み終わりました。やっぱりちょっとこの辺でここ撮影してたところみたいな感じでちょっと線が入っちゃってるんですけど、だいたい12センチで編んでいます。試着してみて、12センチだけどもうちょっと長くてもいいかなって思ったりしてるんですけど、ちょっと両方編み終わってサンダルと合わせてまたご報告できたらいいなと思います。今日はちょっとたくさんあると気持ち悪いかもしれない増し目マーカー、なんでもいいけど増し目をするときに使いやすいかなと思って増し目マーカーを作ってみました。参考になると嬉しいです。今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。